いきますね。はい。いきますね。まあ、あの、なんだっけ、自由にやっていただいて、はい。リラックスしていただいて大丈夫ですから。いやいや。皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏行です。どうも。今日はですね、星祭りの会場からお送りします。小海町の星と自然のフェスタの会場からお送りしております。今日はですね、久しぶりの対談動画になりますが、成形写真家の前田紀彦さんをお招きいたしました。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前田さん、今年の2月に、あの、私のまだライブ配信慣れてない頃にライブ配信でゲスト参加いただいて、あれ、なんか電波悪くて途中で終わったんですよ。そうそう、終わっちゃったの。風もすごかったんですよね。そうそうそう。風すごかったんですよね。なんか風防とかつけてなくてボホボホいって。そう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 。で、途中でガンガン切れたんです。そうそうそう。その説はすいませんでした。だから、まあ、そういうのもあって、ちょっとリベンジですね。あの、このチャンネルに出演していただきたいなと思って、やっとそれが実現したというような流れでございます。で、あの、簡単に説明すると、あの、前田さんはですね、あの、本当成形写真の第一人者って言っていいですよね。いやいやいや、もう第一人者。いいですよね。いやいやいや、何をおっしゃいますか。いらない謙遜が。本当に成形写真の第一人者と呼ばれるべき存在でして、私も成形写真始めた時にはもう前田さんのことを、まあ、知ってて、でこう前田さんブログをやってらっしゃるじゃないですか。それがそれだけ長いです。はい、あれだいぶやってましたよね。あの2004年ぐらいからかな。2004年ぐらいからですか、はい、こうやっぱり個性出したくて新しい撮影地探すじゃないですか、はい、で、写真撮ってここ誰か探して撮ったことあるのかなって見たら大体前田さんのブログ引っかかるんですよね。よくうざいって言われます。そのぐらいやっぱり前田さんのその当時情報発信してたのもすごいですし、あと、当時からそのガンガン成形写真撮ってってやっぱみんながこう、ね、見てたザ・成形写真のその作例っていうか、まあ、自分の中ではそういう、うん、本当にミスター成形写真っていう代表格なんですよね、うん、まあ、そんな方を今日はお招きしますんで、はい、よろしくお願いいたします。それでは、いろいろ質問しますけども、はい、前田さん星に興味持ったのっていつからだったんですか。中学2年の時です。中2ですか。中2です。中学校2年生の時、はい、それきっかけ何だったんですか。あの、友達で同じクラスに醤油ちゃんっていうのがいたんですけど。醤油ちゃん。醤油ちゃん。醤油ちゃんっていうのがいたんですけど、そいつがですね星好きで、なんかね、なんかいっぱい夕べ流れ星見たみたいな話聞いたんですよ。ほうほうほう。でその時まで流れ星ってなんか一生に一度ぐらいしか見られない貴重なもんだと思ってたら、うんうん、いや毎晩流れるよって聞いて、マジかと思ってそこからなんですよ。へ、はい、その醤油ちゃんはだいぶ天文歴その時もう長かったんですか。あ、でもまあまあマニアってほどじゃないですけどそこそこ知ってて。あ、そうなんだ。でなんかでぐわーっと興味持ったんで、そこからはなんか学校の図書館の天文の本を1ヶ月で全部読むとか。え、それだいぶすごいですね。それ、いや、そんなことできるんですか。僕でハマるときは集中するんですよ。ああ、なるほどなるほど、なるほど。そういう人いらっしゃいますね。そういう感じで、うん、多分自分も前田さんまではいかなくてもちょっと似てるところある気がします。やっぱこう本当にそれが何なのかって知りたいってなったらすごいとことんこう研究しちゃうっていうか。いや、僕、ね、でも大沢さんにかなわないと思いますよ。そんなことない。そ、僕ね、あのね、やめてください。そんな、その機材の説明とかするじゃないですか。あ、私がですか、うん、はい、俺あれ無理なんですよ。あれはですね、やっぱ前職のせいかな。前職のせいですかね。やっぱね、こう販売員私やってたので、はい、な、店頭でこうどういう商品ですよって説明するところの仕事からこう、はい、あの天体望遠鏡メーカーに入ったっていうのがあったので、やっぱりなんかその癖がね抜けないんでしょうね。やっぱね、で一通りやるじゃないですか。いろんな機材とか、ああ、確かに細かいパーツとかまで聞かれたら嫌だなみたいなことを考えてですね。だからそうなるとなんか天文機材でわからないことは成沢さんに聞けみたいになっちゃう。ちょっとそのやめてください。席が重いですね、ちょっと。そこすごいなと思って。僕は機材結構そこまで追求しない。もう決めたらそれでしばらく撮るみたいなところなんで、はい、どっちかっていうとこう撮影場所とかレイアウトとか、うん、そっちの方
かな。なるほどなるほど、うんうん、当時お住まいってどちらだったんですか。その流星見ようよみたいな話ありました、ね、埼玉の岩槻です。いや岩槻で流星群見えたんですか当時って。まあ、結構まあまあ今と変わんないかもしれないですけど流星ぐらいは見れて、うん、でも流星がきっかけなんですけど結局夜外に出て星座早見版でこうオリオン座を中心としてこうやってったら面白くなっちゃってで毎晩星座早見版出して空辿ってたんですよ。ああそうなんですね、前田さんの幼少期ってあの前回天理府さんがあの天理府の山口さんが対談出たんですけどね、はい、その時も言ってましたけどあの今みたいに GPV とか SCW とかウィンディとかないじゃないですか、はい、天気予報も調べるの難しいし、情報を調べようと思ったらネットで調べるっていう選択肢がないじゃないですか。ないですよね。その中でやっぱりやってきた方ってやっぱすごいなって本当思ってるんですけど、どうやって天気調べてたんだろう当時でも情報源って何だったんですか。あでも僕天気図かけましたよあの頃。わすごい、やっぱそういうスキルがあるんだ、はい、ちょっと勉強しましたけど、はい、機材のその情報とかってどっから仕入れたんですか。えでももう本しかないですよね。天文雑誌ボロボロになるまで読みましたもんね。あやっぱそれね、山口天理さんも同じこと言ってたんだ、あそうなんですね。あのおまけみたいな記事が貴重だったじゃないですか、うん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 、当時だとあのほらあのスリービーチだとか、あスリービーチもう僕うわー見てはいはい、でもうどうしても欲しいけど、うん、うちお金なかったんですよ、はい、それで昼ご飯を抜いて土曜日とかのお金貯めてなんかね5000円ぐらいの屈折望遠鏡をなんかで、ね、足立区まで買いに行きました。あそうなんですね、はい、あそれいつ頃の話ですか。じゃあそれ中2か中2の後半か中3ぐらい。あじゃああのその流星群の醤油ちゃんに知り合って教えられて、はい、もうすぐ買いに行ったって感じですか。そう いやでもねそれから半年ぐらいお金貯めなきゃいけなかったんで、でなんか表記は6センチなのに実際5センチしかない望遠鏡を買って 安物だったから、うんうん、でその間にほらあの当時って藤井明さんの先制弾ガイドブックとか持ってます。もうボロボロになるまで読むじゃないですか。すごいこう憧れ でその5センチの望遠鏡で M40 に見た時のあのショック、あこれしか見えないのかって確かにそうですよね、うん、いやもうなんかあの辺の藤井さんとかあと私大野さんの方なんですけど、大野さんの星雲星団なんか肉眼で見る星雲星団ガイドブックみたいなのじゃないですか、はいはい、あれマジでバイブルって感じですね。ねあの頃、うん、すごい見た。白川天文台の人たちの話とかが載ってる本とかも買ってなんか夢のようじゃないですか。そうですよね、チロの話とか泣いたな。そうだ、チロは実際会ってますからね。そうあチロに会ってるんですか。星になったチロのチロに。だって星空への招待ってあったじゃないですか。うんうん、あれ毎年行っててチロ撫でてまして。マジか、あなんかちょっと泣きそうになった今ちょっと泣きそうになった今マジか、ね、あの そんな待ってください、話を戻しましょうか幼少期をこう過ごして、はい、で、カメラを手にするのはいつ頃なんですか。で高校に入って天文部に入りたかったんですけど天文部なかったんですよなかったでしょうがないから写真部に入ったんですよ。あ、でその時に買ってもらったカメラがニコン F2 フォトミック。あなるほどなるほど、ちょっとあの軍艦部の大きいやつですね。そうそうそう、それで写真部に入ったのに星しか撮ってないやつっていう。はいはいはい、あでも当時の星の撮り方ってまあ、感度が上がらないじゃないですか、はい、だからこう線を奇跡にするような撮影の方法でっていう感じですか。そうですね、でもあの時結局それで高校になってから望遠鏡を買って高橋の P2 かな、うんうんうん、とか買ったりして。 P2 か、今でも使あのケアセックの川野線とか、はい、改造していまだに使ってるじゃないですか、ね、あのめちゃめちゃいいって言ってましたよ。壊れないじゃないですか、うん、この間聞いたばっか、すげえいいって。そう、それで結局トライ X とか、うん、あーなるほどね、使って。でもあの頃って、うん、今の成形写真って舐められてたんですよ。あの頃は拡大した写真とかがもう正義で、であれ成形って固定撮影って言ってたの、うんうんうん、初心者の撮る写真みたいな。そうですね、固定撮影、そうですね、なんか初心者が撮る写真の扱いだったんですよ、はい、あ信じられない話ですよね、今となっては。そう、で、そうなんですね、でもなんかそういうのが好きだったんですよ。でもやっぱり僕もそれ大学も天文愛好会入ったんですけど、はい、そこで 103AE とか使って、うんうん、結局オリオン座のこうバーナードとか普通にあの手動ガイド1時間とかやったわけですよこうやって追いかけるやつでしょ。そうでね、あのクモの巣で十字線作って、うん、で 自作で照明装置作って。クモの巣、うん、クモの巣で十字線貼るんですよ。
え、何に貼るんですか？あのアイピースのとこに。アイピースのとこに。それで、あの LED 当てて、でその真ん中にあの明かり星やって、でこう手動ガイドとかやってます。それはあの雲の糸をわざわざこう取ってくるんですか？そう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 。うわ、すげえ、それそんなことやるんですよ。切れるじゃないですか。って切れないの？意外と丈夫ですよ。あ、そうなんだ。初耳。あの頃みんなやってましたよ。何分に一回しかな、そんな感じですか？ずーっとですよ。ずっと、うん、で ずっと追っかけてるのを冬のマイナス10度の湯の丸高原とかで1時間露出とかやってて、40分ぐらいやったところで三脚蹴飛ばしておじゃんとかね。それ私あの私は、まあ、もちろん自動化されてる世代からスタートしてるんですけど、うん、はい、手動ガイドってどんなんなのかなと思って一回やってみたんですよ、うん、あのその時は天体望遠鏡にあのアイピース十字線のやつをつけて、はいはい、こうやったんですけど、はい、あ眠くなるんですよね。あ、なるなる、なる。でこうカクンって当たったら終わり。当たって、あ、もう一回最初からだみたいなのを味わった。そのカメラを買って、まあ、最初からじゃあ星撮り始めて、周りで星撮ってる人いたんですか？いや、いないです。あ、はい、結構孤独にじゃあ撮影されてたんですか？孤独にやってましたね。はい、俺は星だと。はい、あ、でも天文愛好会入ったから、うんうん、そこにはあのほら、あの成蹊写真部の部長の小林さんとか僕の大学の先輩だから。え、小林さん、あの小林さん、そう、え、そこにあの小林さん、そこに当たってる小林さん、そのあの小林さん、あの小林さん、めっちゃ付き合い古いじゃないですか。そうなんですよ。マジ小林美希也さん、そう、大学の先輩で天文愛好会にまあ今となってはなんかフェイスブックの大きな、そうですよ、なんか成蹊写真のコミュニティ運営されてますけど。そうなんですよ。はい、マジですか。そっからの付き合いなんですね。へー、あ、先輩だったんですか。でその後はどんな感じで星人生を歩んでるんですか、じゃあ。で、その後は。で、うん、なんかその頃から割とほら天文雑誌とかってみんな応募したりするじゃないですか。なんか機材、すごい機材買った人の勝ちみたいな時代が来るじゃないですか。うん、ありますね。いやでも今でも結構そういう風情あるじゃないですか、ええ、今はでも画像処理もあるから違うかもしれないけど、やっぱ機材いいのは正義っていうのありますよね。なんかね、 そんな空気ありますよね。なんか社会人になったらちょっと飽きちゃって、うん、しばらくやってなかったんですよ、うんうんうん、何年ぐらいやってなかったんだろう。やってたんですよ。年に何回かは撮るけど、なんか別にそれほどすごいマニアじゃなくて、うん、まあ、たまに撮るねっていうぐらいが続いてたんですよ、はあはあ、うん、ところがですね、ちょうどね1995年ぐらいかな。95年、私15歳です。うん、15年ぐらいにあの頃ねインターネットってのができたんですよ。ああ、そうか、そうですね。Windows、はい、Windows が、はい、できたんですよ。で、ホームページっていうのができるっていうのを知ったときに、これは革命が起きたと思ったんですよ。ああ、すごい。そっちの線で才をまず発揮したわけですね。それで当時ね、お金なかったのにね、多分ね5、60万かけたかな。うん、パワーマッキントッシュ7500とかね。懐かしい。それであのなんか七尾のモニターとアルプスのプリンターとか、へえ、で揃えてホームページを作ったんですよ、うんうん、でちょうどその頃あのオーストラリアで星取ってきたコンテンツと、あとあのヘルボップ、ヘルボップ彗星か、うん、が近づいてきてたんですよ。でその時に星空散歩っていうホームページを作ったら、当時ホームページなんか作ってる人いないんで、うん、すごいアクセスになったんですよ。で、ちなみに当時でどのぐらいアクセスあったんですか？覚えてないんですけど、もうね、毎月雑誌社からなんか来たり、あとテレビ1週間出ました。1週間出た ?1 週間、今月は前田さんの特集ですとか言って、1週間。それいくつの時ですか？それは39歳ぐらいかな。ヘルボップの時。でもやっぱ当時そのこのジャンルでネット上でそれこそ情報発信してるいなかったんじゃないですか。いなかったんですよ。そうですよね、うん、マジか、やばいですね。それは集中するわ。そうなんですよ。引っ張りだこじゃないですか。じゃあで、だからホームページビルダーもないから HTML を覚えて、うん、自分でコード書いて、でホームページ作ったんですよ、うん、なるほどね、うん、あのダイヤルアップのネットで11時過ぎないと定額にならないからとかああいうひどいネット環境で作ったんですよ。はい。そこからブログに発展するんですか。じゃあでやっぱりね、みんなあのホームページ始めたんですよ、うんうん、ちょっとやっぱ薄まっちゃうんですよ、うんうん、みんな始めたから。でやってた時に2004年ぐらいになんかブログってのあるなって思って、
なんか直感でここに写真載せてって自分の写真のクオリティが上がったらなんか絶対いいことがあるに違いないってなんか確信があったんですよ、うん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 、でなんか淡々とやって毎週撮影行って、でその頃はイオスキスデジタルかな、それか 40D だったかどっちか、うん、その頃か、そこそこ成形写真みたいなものが撮れるようになってきた頃かな、カメラで。はい、そうですね、当時あれ 40D はあれですよね、 A モデルがありましたよね、 HR は。ああ、そっかそっか、落とす 40DA がありましたよね、はい、天体写真撮影用の。そういう時代ですよね、ちょうどなんか星をどんどん撮る、 5D Mark II に移って、で 5D Mark II ぐらいからですよね、ちゃんと成形写真撮れるようになったのね、うん、そうです、あれからですよね。そう、 5D でいけんじゃねみたいになって、そうで Mark II出たらこれもう完全ノイズ少ない時代、今使っても使えますもんね、そのノイズレベル的には。そうあれからかな、で頻度回して、うん、なんか全国撮り行くようになって、でブログに上げてったらなんかね、やっぱどんどん話来たんですよ。その時はやっぱりデジタルが進化してる途中じゃないですか、うんうんうん、どんどんデジタルカメラの性能が良くなってるから、こっちも現像の勉強とかするし、やっぱ面白いですよね。だから週末撮り行って日曜日の夜7時頃にブログを更新するっていう習慣が未だに続いてるっていう。あ、すごいな、続けてるっていうのがすごいですね。でも楽しくやってる、これ無理してないので、うん、自分が楽しくやってるってことですね。好きでやってるので、うん、でなんかいろんなお話が来て、